はいいよろししくお願いしますえ今回は高校受験対策の関数シリーズ第54弾やっていきましょうで問題3もありますのでまず一回ね動画止めていただいて是非チャレンジしてみてくださいでやってもらった後に分かんなかったり不安なところがあれば今からね自分が全部解いていきますんで聞いてもらえたらと思いますいいかなでは早速ねまず1番からやっていきますのでどうぞよろしくお願いしますそれでは画面下げますのでお待ちくださいに おなかなかいい感じな気がしますね。よしそれじゃあやっていきましょう。で今回はですね、まあ、3問あるわけなんですが、えっと、3番に関しては、えっと、ちょっと長くなっちゃうかもしんないんですけど解き方2パターンお伝えします。まあ、1個メインがあってもう1個こういうちょっと泥臭い方法なんですけどそこにもすごくポイントがあるで結構使いやすいものなので、まあ、両方紹介します。なんかえっと、よかったらね両方見てみてください。 では、まず、いつも言うように関数の問題は、ここに載ってた文字情報を全部ね、あっちに書き込んでいきます。で、関数は一つだけですね、二次関数カーブしておりまして、こいつが今、y イコール ax 二乗となっております。で、まあ、その a を求めるのが一番になってるんですけど、えっと、b と、嘘嘘,嘘、c と、これ a と b だ。a と b の座標が出てるんだよね。まず、a。こいつが、マイナス、2の2。 で、まあ、もうほとんどの問題が、y コロ ax 二乗って与えられてたら、a 求めなさいって大体一番に出てきますけど、もしね、もしそれが与えられてなくても、これ書いて、これ書いた瞬間に、もう a 求めてください。反射的に。あ、求めなきゃとか、求められるみたいな。で、どうやるかっていうと、関数の上に座標が載ってます。ってことは、こいつ代入して OK なんですよ。これ覚えてくださいね。代入して OK なの。だから、y のとこに2を入れて、x のとこにマイナス2を入れます。 マイナス2。2乗すると、マイナス 2× かけるマイナス2だから4ですよね。ちょっとまとめると、4a イコール2となります。まあ、それ1番だから1番書いとくか。○1 近くの忘れちゃった。この辺からかな。まあ、1番の解き方なんで、こっちに移しますね。4a イコール2と。で、あとこれ解くだけです。で、あの、すごく地味なとこなんですけど、意外とこれ、暗算でやって、急いで、急いで解かなきゃ、みたいな。 入試本番の時にやるとこれ a イコール2ってミスる方が出てきますこれこれ気をつけてねこれ a イコール2分の1だからね両辺4で割ってるから4分の2だからさこうなってるから a は分のですここミスると後ろのね2番3番解き方分かってても全部ミスるからね気をつけてくださいってことで a が出たんで書き直します皆さんも消しゴムで消して2分の1に書いておきましょう で、B が座標が、えっ、ー、と、3の2分の9。です。まあもちろん、こっち使わないで、これを使っても求められます。あの、A が2分の1はね、出せるんですけど、まあ分数じゃない方が楽だと思うんでね。どっちかといったら、こっちの方がおすすめかと思います。で、まだ続く。えっ、ー、と、D と B に関して、は C と D に関してなんですけど、C は、X 座標が、この A より1大きいと。つまり、X 座標だけわかるんだよね。 マイナス2より1大きいからマイナス1です。で、y 座標は書いてないんですけど、片方の座標が分かってる。関数も分かってる。じゃあ、x のとこにマイナス一をここ、ね、代入すると、2分の1かける、え、マイナス 1, 1の2乗は1だから、2分の1かける1なんで、ここは2分の1とすぐ分かります。もうどんどん書き込む。いいね。で、d は、 X 座標が B より、3より1小さいつってる。だから2だよね。同じように2を代入すると2になります。これで準備 OK。で、まあ A は求めたので、次2番行きましょう。ACDB ですね。まあこの4点を繋いだ四角形を求めなさいと。で、ちょっとこっち使います。これ3番使いたいんでね。で、ポイントとしては、まあ一回あれか。結んでみますけど、もちろんこんなね、 ちょっと変わった形の四角形をいきなりバーンって出す、えー、公式はありません、えー、関数において、まあ、四角形の面積を求めること結構出てきますけどポイントとしては真横に切るかまっすぐ縦に切るいい、ま、真横かまっすぐ縦ポイントだから一応書いとこうかえー、っと伝わる <laughs> 縦か横に切るもうこれ早送りした人意味わかんないだろうな でもこれすごく大事です関数の面積やるときには。斜めで切るとめんどくさいのでまっすぐ縦かまっすぐ横で切るといい。じゃあこれどこで切るかってまあ切り方2パターンあってまあ BC でも切れるわけよ。でもそうすると斜めに切っちゃうんだよね。今この問題でポイントなのは AD が両方 Y 座標2なんで高さ一緒なんだよね。だからこれ真横で切れるんだここでこうやると。 ね、そうするとあっ真横で切れるから求められるやつやんってなるわけこうやって切って上の三角形と下の三角形に分けて考えますじゃあまず上ちょっと書き出しましょうかこんな感じです A と D がここにあってここに B があるでこれは三角形なので底辺×高さですよねで底辺はここですここ高さはちょっと点々で落と,し落としますけどこの部分になります でここでまたポイントです座標の、えー、と長さを出すときに真横の長さとまっすぐ縦の長さっていうのは座標を見るだけですぐ分かりますでどうやるかっていうとちょっとこっち,こっち,ちっ書いて写していいですかそっち使いたくないので、えー、2の2ちょっと待ってねマイナス2の2で、えー、と3の2分の9の、えー、マイナス1の2分の1と。 まず真横から行きましょうか。この AD ですね。え真横の長さ、まっすぐ横の長さっていうのは、い右側、一回、右側先ね。右側の X 座標から左側の X 座標を引いてください。つまり今 AD で言うと、右側の X 座標から左側の X 座標を引くんです。2引くマイナス2。つまり2たす2になるからこれ4だね。まあ、そんなんやらなくてもさ、 正直、こう座標2だから、右側のここの長さが2なんだよね。で、ここも座標マイナス2だから、左側のここがマイナス2の場所にいるけど、長さにマイナス2ってないわけよ。だから、長さとしては2になるわけ。2個離れてるから。あ2と2だから4でしょうってすぐ分かると思うんだけど、これ分数とかになった時にちょっとめんどくさいんだよね。いちいちこう考えるのが。だったら、もう右側の X 座標から左側の X 座標引いちゃいなってやると、まっすぐ横の長さは絶対出せます。 座標においてで。よく使うから。で、次に、まっすぐ縦ね。今これまっすぐ縦、ここね。まっすぐ縦に関しては、今ここですわ。ここ。に関しては、上の Y 座標から下の Y 座標を引きます。上の Y 座標から下の Y 座標を引く。つまり今で言うと B だから、上の Y 座標は2分の9ね。で、下の Y 座標ここないじゃんって思うんだけど、この場所は、ここと高さ一緒だから。つまり座標は2だからね。あ、こいつのちょっと借りてこようか。 ここですだから2分の9から2を引けばいいで2って2分の4だよ、ね、あーいいんだね2分の4通分するとだから2分の5になります。ってやれば底辺の高さも出てくるので、えー、底辺 4× 高さで三角形だからねかける ×2 分の1もしくは割る ÷2 忘れずにいきましょうそうするとこれ5になります上の三角形だけだよまだ。じゃあ、えー、下の三角形ちょっと伸,び伸ばしすぎちゃった。 もやっていきましょうということで AD は同じでここに C がありますまあ AD 同じなんでね底辺は4になります今ここです4ねで高さはこの部分ですここここが高さだからさっきと同じ上の Y 座標から下の Y 座標を引く上の Y 座標って今ここにあるここねここだから同じ高さのま2使うか2から下の Y 座標は2分の1つまり2引く2分の1だから 2分の3になるとつまり底辺かける高さが2分の3ねで三角形だからかける2分の1もしくは割るにすると3になります上の三角形5下の三角形3出ましたんで両方足せばいいと5を足す3で8が答えになります。でこれはえっと関数の問題なのでたまにね 1>, えっと、1メモリを1センチとしなさいみたいな指定があるときは単位が必要です。8平方センチメートルって面積だからね。でもセンチメートルの単位がもうどこの問題にもどこにも書いてなかったら単位つけちゃダメだからね。8って書いてください。面積は。いいかななので2番、二番だけでもかなりこうポイントがボリュームが入ってるんでね。こう四角形を出てきたら横か縦で切ると。 で横で切った時には真横の長さ真横の長さとまっすぐ縦の長さっていうのは座標を見ればすぐ出るよっていうこれがポイントになりますよしじゃあボスいきましょう3番でえー、とーっとここからねまず、えー、とメインの方なんで王道の解き方からいきましょう王道書いときますねでもう一個の方は多分ねあの口説明がほとんどなっちゃうと思うんですよ入んないんでまあ一応まずこっちからいきます で、何やってるかっていうと、座標が増えます。二つ。えっ、ー、と、E と F だね。E は A より、えっ、ー、と、X 座標が一個少ない。こっち側に移ってきます。この辺かな。で、マイナス2より1小さいんで、X 座標がマイナス3になると。まあ、代入すると2分の9だね。まあ、これとちょうど反対側にいるやつです。で、F は B よりもう一個向こう側に行きます。ちょっとこの辺にしときましょうか。 F だから x 座標が3から1増えると言っているので4ですで4を同じように代入すると8になるからまあ座標はすぐ出ますこうやってねちょっと切れてまあ入るか見えるからいいねでこっから勝負何するかっていうと三角形2個作っていきますまず、えー、FEC ですね FEC ちょっとここをまず結ばなきゃいけないんだこれがきつそうだよいしょちょっと曲がったかも この三角形です。FEC。こいつと FDC かな。F と D と C。ちょっともう一回これなぞりますね。こいつと、こっち。D ね。この青の三角形。これの面積比です。この面積が何対何ですかっていうのが、今回の問題。でですね。で。 えっと、実は、この王道の方ではなくて、もう一個の方。実は自分はそっちで解きました。本当は。これあ、あることに気づけばすぐいけるんですけど、それにちょっと気づかなくて、いや、面積普通に出せるじゃんと思って出したんですよ。結局は、赤と青のそれぞれ面積が出せるんだったら、出してもいいんです。いそれもできます、これは。ただ、ちょっとあることに気づくと、今回はかなり楽ができる。っていうのがあるので、そこにぜひ気づいてほしい。で、その前に、もしね、今この問題解説を聞いてくださっている皆さんの中に、えっと、 これが解ける方がいてちょっとやってほしい。動画一回止めてもらっていいかな。この CD あるじゃん。こいつの、あの、式全部じゃなくていいから、傾きだけでいい。傾きと EF。こいつの傾きをちょっと出してほしい。出せますか皆さん。ちょっとよかったら動画止めてやってみてください。 で、まず、傾きだけでいいので、あの、y イコール x プラス b に代入して、えっと、連立方程式とかやんなくていいです。傾きだけだから。で、どうやるかっていうと、二つ点がありますよね。c と d って。左側からチェックして、こっちから、右にいくつ進んで、上にいくつ上がってんのまあ、下に下がっててもいいんだけど、今回上がってるからね。右にいくつ行って、上にいくつ上がってるかをチェックします。そうすると、マイナス1から2に行ってるから、右に3つ進んでるんですよ。 2分の1から2に上がってるから上に2分の3上がってるのね。い ?3 にいって2分の3上がってます。こっからここって。それが X の増加量分の Y の増加量です。傾きの公式っていうのは、ちょっと全部書くと長いんで、増だけ書きますけど、X の増加量分の Y の増加量です。公式ね。だから今、今やったいくつ進んでんのっていうのが増加量なんです。 だから、3行って、こっちね。で、y の増加量いくつ上がってのが2分の3だから、2分の3なんです。3分の2分の3っていう。まあちょっと分数がね、ダブルになると見慣れないと思うんですけど、これの処理も簡単です。慣れてしまえば。なぜかっていうと、みんな小学校の時に分数ね、はじめ、初めて見たわけですよ。例えば、3分の5ってありましたよね。3分の5。これ、筆算にしようと思ったら、こうなります。5あっ3。 こうだよ3分の5は5ある3なんです同じように考えれば3分の2分の3を式にすると2分の3割る3なわけですえじゃあこれ計算するとどうなるか割る3ってかける3分の1だからこれ傾き2分の1なんですねすごくシンプルでしょで同じように上もいきますこっから e から f に関して右には7いってますマイナス3から4にいってるから7いってる 上には2分の9から8まあ2分の16ねいってるから2分の7いってますつまり7分の2分の7さっきと同じように考えて計算するとこれも2分の1なんです何が言いたかったかってこの CD と EF 傾き一緒なんですよ分分の1 2分の1だから平行なのねここに気付けるかどうかっていうのがすごくポイント今回に関しては でちょっとこれは大事なとこなので少しだけ復習させてくださいえ中二かなみんなが勉強したのはこうやって今平行な2つの直線を書きますでここにですねじゃあこういう三角形を今、えー、いいかこうーんと逆だったかなまあいいか赤い三角形を書きましたここねこの赤の三角形と 青の三角形がありますこの2つの三角形って高さが一緒ですまず高さが一緒なぜかっていうと平行な直線ありますね平行な直線これの距離っていうのは両方この幅の部分なのでどこで幅を取っても絶対高長さが一緒なのよねで今三角形の高さっていうのは絶対垂直じゃなきゃいけないからここで垂直な線を取ろうとここで 高さのね、垂直な線を取ろうとロード、絶対同じになると。だから、この赤と青の三角形の面積の比ね。面積の比っていうのは、底辺に依存すると。どういうことかっていうと、例えば下の底辺、ここの長さが5だとします。上の青の底辺、ここが2だとします。そうすると、この赤と青の面積、い面積だよ。もう、5対、 2になりますよってなぜなら三角形は底辺×高さ ÷2×2 分の1なわけよ底辺と高さの数字だけで決まってるでも高さは一緒なんだだから底辺の違いがそのまま面積の違い比になっていくよっていう。いいかな今回これが超大事です3番に関してはここに気付けるかどうか。でそれをあれあそこで使うまあ斜めになっちゃってるけどね なっちゃってるけど、平行ってことは、まあ、これと色、まあ、色逆なってるけどね。高さは一緒なんよ。あの赤と青の三角形は。だから、それぞれの底辺、赤だったらここよ。この長さ。青の方だったら下の CD ね。ここの長さが分かっちゃえば、そのまま、その目、えっと、辺の長さ。辺の長さが比になるよね。じゃあ、面積を全部出すんじゃなくて、ここの長さだけ出しに行けばいいやんっていうふうにやればいい。で、 また、ポイントばっかなんだけど、関数において、斜めになってる線真横とまっすぐ縦くてはさっきやったよね。座標で引けばいい。でも、斜めになってるものも出せます。何使うかって。これは三平方の定理を使えば出せるから。いいかいじゃあまず CD から行きましょう。下の青から行きます。CD ね。で、えっと、一応書き出そうか、こっちは。どうやるかっていうと、ここに、無理やり直角三角形を作るんです。こういう風に。 真横に線引いてまっすぐ縦に下ろすんです。ちょっとこっちは実線で書くで、ね、点線じゃなくて。こう書く。今、ここに C がいて、ここに D がいます。で、まあ、CDX って置きましょう。求めたいからね。あとは、ここの真横とまっすぐ縦の長さいくつかなって考えるわけ。でもまっすぐ横とまっすぐ縦はさっきやったよね。右から右。例えば CD だったこれ。この真横だったら、ここの X 座標。ここの X 座標はこれと一緒だから。まっすぐ下ろしてるから。つまり2から。 マイナス1を引けばいいからすぐ3ってわかる。縦の部分も上の y 座標から下の y 座標を引けばいいんだから。だからここも2分の3ってわかるわけ。つまり、あとはもう三平方の定理です。滑り台の部分、斜辺ね。滑り台の部分の2乗。イコール、残りを2乗します。差算ンが9と、えっ、ー、と、こっちが4分の9か。で、これはこのまままとめちゃいましょう。9が、ちょっと消しますね。 4分の9三36か。こうなります。4分の45ですね。で、2乗を取る代わりに、プラスマイナスルートをつける。のが、えっ、ー、と、二次方程式のルール。2乗を外す代わりに、右側のプラスマイナスルートをつけるんです。で、4分の45っていうのは、4は2の2乗なんで、2分のが出てくる。45は9る5だよね。だから3は出てきます。だから、2分の3、ルート5となる。 で、プラスマイナスつけたいんですけど、長さにマイナスってありえないでしょ俺の身長マイナス180センチなんだとか言わないわけよ。だから、ここはもう長さなので、プラスだけ残しましょう。マイナスは消しちゃって大丈夫です。ちゃんと途中式を書くんだったら、あのー、ここで CD は正だよね。負にはならないと。正だから、えー、マイナスを取ってください。ちゃんと書くんだろうね。で、同じです。EF も。ここも、こうやって、 無理やりね直角三角形を作りますえっ、ー、と EF じゃあ EF の方はちょっと Y っておきますね、まあ、こっちは書きましょうか Y 二乗ここの斜辺の二乗はまずここですここは右の x って B じゃないからねこっちだよ F の4からマイナス3を引くから7の二乗49プラス上は8からここ2分の9だから2分の9引くんで2分の7か。 だから4分の49となりますでえっとこれまあ49を4分のって直してもまあそんなでかくないんでいけるとは思うんですけどちょっと工夫をするとあとでさ2乗外すの分かってるのでこうルートをつけるからねあいいかルート、まあ、プラスマイナスルートしちゃってこの中身を49ってわざとねわざとよ計算しないでこうやって残します。 だから4分の4かける49。本当は計算するんだよね。するけど、4で通分するからこうなってて、で、右側に4分の49もいるじゃないですか。これって書き直すとね、4分の49が4個と49が1個あるから、まとめれば49が5個ってなるんよ。こういうふうにできます。で、こうしておけば、 4は2の2乗だから2が出るって分かるし、49は7の2乗だからこいつ7が出るって分かるんで、2分の7出るなって思うの。こいつとこいつ使えば。で、ルート5だけ残るじゃんって、いうことができるので、割とこれは使っちゃう。俺は使うんだけどよく。で、さっきと同じで、これも EF 長さだから、えっと、マイナス外しちゃいましょう。ちゃんと書くなら EF は正って書いてね。これで CD と EF が出ました。こことここがね。 さっきも言ったようにここさえ出てしまえば底辺の比がその面積比になるのでえー、っとどっちだ三角形 FCD が先なのでえー、っと三角形ちょっと順番わかんない FCD が先だね FCD 対 FCD っていうのは FCD 青の方だね対、えー、三角形 E だって FEC あ待って,待って逆や <laughs> 失礼失礼危ね FEC 赤の先だった三角形、えー、FCD これの面積比はそのままね FEC の方だから FEC だから間違えたくねーここ赤の方だからこっちか2分の7ルート5対、えー、青の方は2分の3ルート5となりますでもちろん簡単にしなきゃいけないので まあこれはやりやすい。だってルートも切れるし、切れるし、2分のも切れるし、同じだから。じゃあ残ったのは、7と3。これも簡単できないからね。つまり、今回は7対3が答えでしたと。これで終了となります。ほらもう1個の方書くスペースない。<laughs> まあここでね、あのこれだけで本当満足してもらっても全然構わないです。正直。うん。なんですが、えー、その、青と赤。まあこれね、 ちょっとチャレンジして欲していよこのやり方で解いた方も、青と赤の面積それぞれ出せるかどうかっていうのはちょっとやってほしくって、例えばじゃあ片方だけいこうか。これね、青の三角形もしろ、もし,もし出そうと思ったら自分だったらどうするかっていうと、やっぱり同じな容よ。まっすぐ縦か、まっすぐ横に切ります。どっちかというとまっすぐ横に切ることが多いですね。これ切りますよ。こう切るんです。ここで。こうやって。で、そうするとね、 じゃあ、何が欲しいかって、ここが欲しいんです。ここ。まあ今、絵的、グラフ的にちょっと Y 軸にぶつかってますけど、まあ実際ぶつかるんだけどね。で、どう出すかっていうと、ここの座標に関しては、まず、この関数は欲しいよね。絶対こいつ使うから。CF。これが Y イコール、ホニャララ X、ホニャラえっと、プラス、ホニャララっていうのをちゃんと出したいわけ。で、やっていくと、えまあ、傾きから行きましょうか。ぐちゃぐちゃになっていく。 えと傾きはス1から4に行ってるからえと5だね5い行ってて2分の1から8に上がってるんでえっと5分の2分の15か5分の2分の15だから計算すると2分の3傾き y=2 イコール2分の 3x+b プラスまあ b なんですよでこのプラス b のとこにえと例えば4の8とか代入すればいいそうすると y のとこに8が来るから 8イコール4入れると6プラス B なんで B イコール2って出てくる。つまりこの直線の式は Y イコール2分の 3X プラス2って出すことができました。で、でよ。そうすると今ここさ、D からまっすぐ横に切ったわけ。まっすぐ横に切ったってことは Y 座標同じだよね。絶対に。だからこいつも Y 座標は2ってことはわかるわけよ。で、この関数の上に乗ってるから、まあ、これせっぺんにってすぐわかっちゃうけど、 y が2って分かるから y のところに2を代入するの。で x を求めれば今回0になるんだけど0 2って分かりましたと。そしたらさ、だってここの底辺にしたい部分は右の x 座標から左の x 座標で出させるから2って分かる底辺は。で高さもここの y 座標からここの y 座標引けばここの高さでしょこっちだって上の y 座標からここの y 座標引けば高さになるんだから。 だから三角形それぞれ面積出せますよねって。で、出して出して足せば、あの青の面積は出せますって。で、実際やってもらったらわかるけど、まあこっちの方が早いと思う。早いけれど、実際やってもらったらそんなに苦労しない。この面積に関しては。で、赤も一緒ね。横で切るから、まあ、さか書いたけど、ここで切るわけ。ちょっとこれ消しとくわ。ここで切ると。なからやっぱりここの座標が欲しいわけよ。でもこれも、こっから真横に持っていくから、 y 座標は2分の9ってすぐ分かる。y 座標。ここと高さは一緒だからね。じゃあ x 座標はってなったら関数。さっき式出しました。y のとこに2分の9代入すると、えっ、ー、と、2分の5なんか3分の5か。なので、3分の5のちょっとめんどくさい数字になるけどね。2分の9って分かります。分かるけども、結局、右の x 座標から左の x 座標を引けば、底辺の部分は出せるし、高さも高さも出せるから。さっきと全く同じだから。 それで面積それぞれ出せばそれで何対何で整理していくと同じになりますちゃんと7対3にだこっちでも構わないでなんで今回わざわざねまあこれが本当に綺麗よこの解き方が綺麗なんだけどわざわざ説明したかっていうとやっぱ面積を出す力ってすごく大事で関数においてその縦で切ったり横で切ったりってそれだけでもこれだけ解くことができる。 っていうのを伝えたくてね、ちょっと長くなりましたが、喋らせていただきました、まあ。よかったらね、そっちの方もぜひ確認してもらったり、復習してもらえたらと思います。では、えー、今回はね、高校受験対策の関数シリーズ第54弾やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。